こんにちは、ロハス村の宇川です。今日はですね、ありがとうという言葉を、自分なりに表現してみようということで、私このありがとうというのを書いてみました。私はですね、いつもニコニコしながらですね、ありがとうっていう言葉、非常に大切だと思います。昨日もですね、お見舞いに行っておりました。するとですね、ありがとうっていう、そういった言葉、非常に大切だなと思いました。何をするにもありがとう、ありがとう、ありがとう、いろんな丸いありがとうもあれば、三角のありがとうもあれば、能面のありがとうもあります。できればですね、まん丸い心でありがとうっていう言葉を使ってみたいもんです。それでは、ロハス村、これをですね、帰るところの玄関口で、貼ってですね、ありがとうっていう言葉を皆さんに最後に、帰り品に、見ていただこうと思っています。今日から、このロハス村の玄関にこのありがとうっていう看板を、貼らせていただきますので、よろしくお願いします。どうも、この YouTube を聞いていただいてありがとう。さよなら。